高知菜園クラブ G ファーム、こちらが、L なのかな、ここは L になるんですね。L の実習区ですね。今日、白菜とそれから芽キャベツとですね、植えていただきまして、どうもありがとうございます。まあ、このまま元気に育っていくんじゃないかなというふうに思いますね。で先週、先々週か2週間前に種まいていただいた、こちらがルッコラですね。これはもう本葉も出てきて結構元気になってきてますね。で、クレソンがですね、発芽してなかったと思うんですけども、多分これがクレソンの芽ですね。発芽してきてますね。こっち側も、これがクレソンの芽だな、多分。ぼちぼち発芽してきてますね。よかったなというふうに思います。このまま虫に食われないで元気になってほしいなというふうに思います。